間取りは完成した建築物の内部における部屋や区画の配置ないし建築物の設計段階においてその建築物内部の部屋や区画の配置を計画する行為を言う。校舎の場合は平面計画、ゾーニングとも呼ぶ。本校では日本における一般的な住宅の例を中心に述べる。間取りという言葉は建築物の内部における間の 取り方から来ていると言えるとえ具体的には建築物の内部空間を壁や段差などで物理的に分割するやり方、分割されたそれぞれの空間に機能を持たせる方法ということもできる。住宅の間取りについてはしばしば良い間取り、間取りが悪いといった評価が下されることがあるが、これらはその住宅の居住者がこれらの機能を効率よく使いこなせるか否かが一因としてある。 このため、住宅の設計者は、建物の面積や形状、構造、環境といった制約の中で、いかに、それらの機能の効率を上げるかを追求することになる。一方で、住宅の間取りの評価には、広い間取りというものもある。これは、居住者からの一室あたりの面積の広さの要求に応えたものであり、住宅の設計者は、こうした要求を満足させるための間取りも考える。 ことになる。このほか部屋の最高の良さが評価の対象になることもある。住宅においては、主に三つの空間に分割される。特に用語がないので仮に表現するが、個人的な生活空間、共同的な生活空間、生活に伴う行為を行う空間である。個人的な生活空間とは、寝室や、書斎、子供部屋など、共同的な生活空間とは、今、 客間、食堂など、生活に伴う行為を行う空間とは、台所、浴室、便所、玄関、廊下、押し入れなどである。これらの機能は、今と食事室を同じ部屋に組み合わせたり、空間を物理的に分割せずに一つの部屋に持たせることも可能であるが、条件の異なる生活行為を同じ空間に計画することは、それぞれの空間を十分に働かせるための、 最低条件として避けられている。例えば、食道の機能と、便所の機能とを物理的障壁を一切設けずに一室で兼用させることは衛生上の問題もあり、通常の住宅で計画されることは少ない。この条件を、寝ることと食べることが生活において相反する行為であることを引用して、触身分離という、分割されたそれぞれの空間に、 機能を持たせる際に重要となってくるものは、それぞれの機能同士の相関関係である。例えば、台所と食堂は、調理から配膳という時間的に連続する家事行為の上にあるものであるから、強い相関関係にあると言える。相関関係の強い機能同士では、空間的に近接ないし連続させれば、機能の効率を上げることができる。こうした、 生活上の動線も勘案しながら、各空間に適切に機能を配分することが、間取りの考え方と言える。行為としての間取りを考える際には、前述の機能面のほかに、その建築物のある文化、風土、地域性、国民性などにも左右されることがある。ここでは、間取りに影響する基本思想のうち、機能的側面と文化的側面の二つを挙げる。 その建築物全体の使用目的を達成させるために、その建築物内部で行われる諸活動の機能の効率をいかに向上させるかを考慮するものである。前述の住宅の例で言えば、次の点が考慮点として挙げられる。個人的行為の空間同士の近接時間的に、連続する行為の空間同士の近接類似的、生活行為の空間同士の近接互いに、 相反する生活行為の空間の明確な分離特に物理的に限られた空間の中でこれらすべての点を考慮した場合に一つの部屋で複数の機能を兼用させて有効利用を図るという発想も出てくる。具体的には1を一つの部屋で実現した子供部屋2を一つの部屋で実現したダイニングキッチンさらに2と3を一つの部屋で実現した リビングダイニングキッチンが挙げられる。一方で日本の住宅の間取りにおける思想としては文化的な影響を受ける例も見られている。例えば日本では古来より女性の居住空間を建築物の北側や建築物の外部からの入り口を基準にした相対位置が奥になるように配置する傾向が強かった。このことから他人の妻の故障として北の方、 奥様といった言葉が生じている。現代においても女性の使用頻度が高いと考えられる台所を北側に配置する傾向があるのはおそらくこの名残と考えられている。しかし近年は DK や LDK という形で台所兼用の食堂や今も出てきたところから食事や団乱の空間のことも考えて必ずしも北側に配置されるものではなくなってきている。 文化的な影響の例をもう一つ挙げるとするならば、鬼門に代表される陰陽道の影響も見られる。すなわち、鬼が入ってくるとされる鬼門の方角には、玄関や水回りを作らないという考え方である。このほか、仮想などの影響が見られる面などもある。いずれも現代では非合理な迷信、俗信として考えられていることも多いが、まだまだ、その影響は大きい。 それらの成立当初には合理的理由があったものもある。日本の住宅の間取りについては移動、共通空間の有無、配置に着目して次のような類型化の例がある。間取りの本来の意味については部屋の配置のことであるが、日本の住宅について一般的に間取りといった場合は不動産広告に見られる 2DK、3LDK といった。 数字とアルファベットを組み合わせた文字列による表現や、いわゆる、間取り図と呼ばれる平面図を指すことが多い。文字列による表現については、例えば、和6、4.5、洋8、DK8 と表現された場合は、その住宅物件内に6畳の和室、4畳半の和室、8畳の洋室、8畳のダイニングキッチンがあることを示している。 各部屋の広さは、畳単位であるが、同じ一条でも京間、江戸間、団地間などで大きさが異なるため、部屋の広さを推測する際には注意が必要である。一方、1K、2DK、3LDK といった表現の場合は、冒頭の数字は、寝室の数を表し、後のアルファベットは、これらの寝室の他に、といった部屋が少なくとも一つあることを示している。 また、難度としての使用を想定した部屋がある場合はこれを S または N で表すが、一条に満たない難度や階段下が難度として設定されている場合もある。なお、不動産の表示に関する構成競争規約によれば、DK とは、台所と食堂の機能が一室に併存している部屋、を言い、LDK とは、今と台所と食堂の機能が一室に併存する部屋を言うとされる。 したがって、例えば、食堂権威が一室と、それとは、独立した台所が一室あるといった場合には、LDK のように中黒を入れて表現することがある。また、こうした文字列による表現では主な部屋の存在のみを表し、各部屋の相対的位置関係や、どの部屋がどの方角に向いているかなど、また、浴室や便所といった部屋の有無については言及されないことがある。 間取り図の例この図の間取りを文字列で表現すると 3LDK となる。間取り図とは建築物内部の部屋の配置を表現した簡略的な平面図であり、実物の1、100から1、30の縮尺で描かれるとされるが、不動産の広告紙面上は様々な縮尺で描かれている。扉や窓などの建具の表記については s a 015例により、 平面表示記号として表記の標準化が図られているが、例として、片開き窓の記号が、片開き度の表現として用いられるなどの表記揺れが多く発生している。不動産広告における窓り図を例にとれば、方角、各部屋の配置のほか、各部屋の用途、各部屋の広さ、建具の開閉方向、浴槽や洗面台などの固定された家具といったものが描かれている。 こうしたマドリ図は、製図技術を持った専門家がカナダドルを用いるなどして作成しているが、図の厳密さを求めなければ、そうした技術のない人でもマドリ図を描画できるソフトウェアが市販、ないしフリーウェアとして公開されている。これらは、部屋の内部の家具の配置を検討したり、住宅を新築する際の素案を練ったりする際に、用いられている。漫画やアニメで描画された家屋の情報をもとに、 それらの登場人物が居住する家の間取りを推測してまとめた本も出版されている。ありがとうございます。